カール・マルティン・ライン・ターラーは、ドイツのオルガニスト、指揮者、作曲家。ライン・ターラーは、エアフルトに生まれた。彼に、最初の音楽教育を施したのは、マクデブルクの聖堂オルガニストだった、アウグスト・ゴットフリート・リッターであった。ライン・ターラーは、進学を学んだ後、アドルフ・ベルンハルト・マルクスのもとで音楽の勉強に、励み、1849年から1852年には、 国王の奨学金を得て、パリとローマへ留学した。ラインターラーは、ブレーメン大聖堂と強い関わりを持っており、ここで、ブレーメン神宮アカデミーの指揮者、合唱指導者を務めると同時に1857年からは、聖堂のオルガニストとしても活躍した。1859年からは、男性合唱団レダーダーファルの団長に就任している。ヨハネス・ブラームスとは、 所管のやり取りをする中で、ドイツレクイエムのブレーメン公演に際しては、ラインターラーが責任者となった。また、1868年1月に行われた、マックス・ブルフ作曲、バイオリン競奏曲第1番の改訂版の初演では、彼が指揮棒を握った。また、同年には、ブレーメン芸術家協会の副会長となっている。その宗教的作品を眺めると、 ラインターラーがモーリッツ・ハウプトマンを手本としていたことが伺い知れる。一方、彼の音楽語法は独特なものであり、還元楽法にも優れた技術を有していたことがわかる。後年は車椅子生活を余儀なくされ、彼が公の場に姿を見せる機会は減っていった。ラインターラーはブレーメンに没した。注釈出典。ありがとうございます。